クリエイティブカンパニーネイキッド代表の村松亮太郎さんは昭和46年に堺市で生まれました。テレビ、広告、ミュージックビデオ、映画など映像制作で活躍され、最近では 3D プロジェクションマッピングと呼ばれる映像表現の先駆者として注目されています。 3D プロジェクションマッピングとは、建物や物体に映像を投影し新たな空間を作り出す映像表現です。 3D プロジェクションマッピングを通して今までにない情景、シーンを作り出すことが村松さんの狙いです。村松さんの作品作りについて聞いてみました。僕映画も結構作っていて、映画祭に回るじゃないですか、世界を。その時に夜とかにいろんな国の監督たちとも話すんですね。その時によく彼らが使ってた言葉で、いい映画の話をしている時に好きなワードがあって、いくつもタッチマイハートって言うよくしてたんですね。あの映画良かった、良くなかった、すごく技術は良かった、でもダメ、なんでかというとタッチマイハートしなかったからだと。すごくシンプルな基準で、僕はそのタッチマイハートっていうあのフレーズがすごい好きで、結果的にやっぱりお客さんにとって何かハートにちゃんと触れるもの、なんか腹にくるもの、そういうものをちゃんと作りたいなっていうのを大事にしてます。村松さんは出身地堺で地元高校生たちと一緒に 3D プロジェクションマッピングを制作しました。僕はやってきたお仕事として、東京駅だとか、東京タワーだとか、東京国立博物館やってきて、東京を代表するような、象徴するようなところばかりやっていて、堺出身の僕がこっちでね何もやってないのはちょっとどうなのかと、やっぱりリアルな場所とやるのがマッピングなので、その場所が重要なので、その場所の意味としてやはり地元でやりたいというのが一番のスタートではありました。地元でやる意味、その場所でやる意味って考えた時に、ただ僕のショーを見てくださいってことよりも、その子どもたちと一緒に実際にマッピングを作り上げるということにすごく意味があるように感じました。村松さんは高校生たちに堺を見つめ直し、堺の魅力をどのように伝えるかを考えてもらうためにワークショップを開催。高校生たちの意見や思いを取り入れた作品作りが進められました。そうですね、結局マッピングというのは一つの手法でしかないと思ってます。やはりそれがマッピングだろうがなかろうが、見に来て何かそこに伝わるものがちゃんとあって、ちゃんとハートに触れてってことをしてするものになっていれば、そういうものを楽しんでもらえる作品になれば、とにかく僕はいいと思ってます。完成した作品は堺市博物館に投影。村松さんと作品を一緒に作り上げた高校生たちが見守りました。今後もどちらかというと、僕はその堺の市民の方々と何か一緒にやれるようなプロジェクトってことをやって、創造性を皆さんが発揮できるような形で、今後ちょっと膨らましていきたいなと思ってます。